今あの将棋と麻雀の違いが話してたんですけど、これパチンコはどうなんですかね。パチンコも渋滞額で勝てるようになったりするもんなんですか。これはですね、私もだいぶ投資しました。なかなか難しい、はい、これはあの、はい、だんだん勉強して分かったのが、はい、カオス理論ってします。カオス理論、はい、釘を見ていただくと、釘の上からポトンとこう球が落ちてきた時に、釘の右に行くか左に行くか、ちょうど真上に落ちるとですね、はい、どっちか五分五分ですよね、はい、で分かんないです本当にこれ、うん、でこれはまさにカオス理論で、条件が分かっても将来どうなるか分からないっていう意味で、さっき予測不可能って話出ましたけど、全く同じなんですよ。三角形の頂点に物を落とすとどっち側に行くか、これ分かんないんですよ。本当のこの微妙な揺らぎで決まっちゃう。でパチンコはそれの繰り返しじゃないですか。だから絶対にプロでも読めないですよ、あの軌道。相当なんか釘をうまく曲がらない。パチプロはなんで勝ってるんですか。これはですね、釘のやっぱり癖がちょっとあるみたいで、あとはその流れで釘があの8歩ある八つ墓場って言うんですけど、専門用語で、あの8歩あるのちょっと3本目がちょっと閉まってるとかですね、ちょっとしたところがあるんですよ。つまり台を見分けるのがプロ。そうなんです。で微妙な台は手出さずに、もうここが来るなと、そういう台は釘を向かって上と横から見ると分かるので、それで、まあ、あのちゃんと朝1で行ってその台に座るっていう、やっぱ釘が大事ですね。すみません、あの学生で相当ギャンブルやってましたので。西谷先生はそれでパチンコの成果はどうだったんですか。もうハワイ往復分ぐらい負けましたね。はい、学生時代。固有地で解ける予見できるビジネスの問題というのも、これ私一番大事だと思ってて、はい、あんまりビジネスマンで固有地っていうのを知ってる人いないと思うんですけど、はい、簡単に言うと、あのさっき言った倍倍になるのか3倍になるのか、あるいは 1.2 倍になるのかとか、前に対して次が何倍になって成長していくかっていうのが固有値というんですね。でそうするとその値を知っておくと将来どうなるかが非常に分かりやすい。その固有値っていうのをまず計算するんですね。計算方法があるんですよ。でそれを計算してしまうと、それは風が吹いた時に元に戻るのかとか、あるいはこれがヒットした時にずっと行くのか、それともどっかでサチって止まっちゃうかとか、こうなんか物事の将来を抑える一番の肝になるのが固有値なんですよ。でこの概念って私すごい大事だと思ってて、これを流行らせたいんですよ。で分かりやすい本がね、はい、はい、ありましてですね、はい、なんかこういう本もあのいろいろありますので、はい、見ていただくとですね、はい、あの解説しておりますので、はい、これもベストセラーにね、はい、あの差し上げますんで、これどうぞ、はい、それ土井さんより私の方がいいかな。文系の私が、ね、に超分かりやすく数学ということですね。はい、これね、いろいろ書いてます、はい、でこの例として何回か紙を折ってみるとするっていうのは、これはどういうことですか。すごい面白いですね。これもね、あの昔某テレビ番組でですね、あの一緒にやったんですけど、新聞紙を1回折る2回折ると何回まず折れるかで、普通はもう硬くなっちゃって折れないんですけど、仮に100回折れたとしましょうと、そうするとどのくらいの厚みになりますかってクイズなんですよ。うん、どのくらいだと思います。ちなみに100回新聞紙折れたとしたらどのくらいになるか。100メーターぐらいですか。だからそうなんです、普通そのくらいのイメージですけど、答えは宇宙の半径なんですね。140億光年って言われる。つまりその固有値がこれ2っていう世界の倍倍になるので2倍ですよね。1回2回3回2の100乗だけ増えるとですね、1回2回 でそれを計算すると140億光年っていう答えが出まして、であのテレビでは何回折れるかって言って、あの某たけし軍団の方がですね折って、その7回でもう折れなくなりましたみたいな番組になりましたけど、ね、これちょっと感覚値で分からないですよね。分からないです本当に、はい。固有値がまあ全てをそのどういう曲線を描くかを決めるっていうのはすごい分かるんですけど、じゃあその固有値ってどうやって分かるんだろうっていうのは結構気になるなって。でもその2っていう固有値は分かりますよね、この場合はね。そうですね、もう倍に折るってことで 2が分かると。はい、もっと一般的な状況での計算方法もあるんですね。それを大学時代みんな勉強するんですけど、はい、例えば何ですか、もう一個例を挙げるとするならば。例えば金融なんかまさにそうですよね。あの複利計算ってまさに固有値で、今例えば金利がじゃあ 5% っていかないですけど、じゃあ金利 5% だったら何年後どうなりますかっていうのは、まさにその固有値でいうとその 5% っていう 0.05 っていうなるわけですね。まあ、あの計算方法はちょっと複利計算とこうなりますね。そうそうそう、わーっと増えていくと、はい、だそういうなんか前のやつにさらに何倍していく何倍していくっていうのが積み重なっていくのが固有値なんですよ、はい、複利計算はあんまり得意じゃないですよね、現代人は。そうなんです、みんなあの単純に掛け算の発想なんだけど、複利って掛け算の上を言ってるんですね。掛け算というか、でも僕すごいなと思ったのは、江戸時代ってその
数列がね、あの昔あの三実師っていう人がいて、その三実師みたいな人がいて、和算家みたいな、ね、そう数学の先生が村を巡って寺子屋的なところでその庶民に教えてたんですよ。でその時に教えてたのが2科目、主に幾何学と数列なんですよ、役に立つからってことですね。そうで、その頃はみんな農民じゃないですか、はい、だから年貢を納めるじゃないですか、だから田んぼの面積を正確に測ると大事だから幾何学、ね、うん、あとその神殿開発がすごく江戸時代って盛んだったんですけど、神殿開発をするのにお金を借りるわけですよ。でその資金を貸してたのはもちろんそのいわゆる高利貸しみたいなあの人たちもいるんだけれども、両替商みたいな人たちもいるんだけれども、はい、やっぱ主に田舎で金を貸してたのはお寺なんですよね。だから寺銭っていうわけですよ。でお寺からお金を借りてその神殿開発をするわけですけど、その時に複利計算ができないと、そうですよね、いくら、ね、借りて返さなきゃいけないの。そうでも明治時代になってあの工業化社会になっちゃったんで、違う科目の方が大事になっちゃったんですよね。なるほど、あ確かに。だから微積分とか、そうですね、あの多分そっちの方が重要になって、数列ってあんまりやらないですよね。そうですね、その延長線上というかね、あるんですけど微積分は数列はやっぱり基本ですよ、はい、微積 の元になるっていうものですから、はい、だから秀吉 あのケラの話で有名ですよね。あのご褒美を信ぜようって言って、じゃあ米一粒でいいですと、でも次の日二粒にしてください、次の日その倍にしてくださいって、1ヶ月だけでいいですって、な欲がないなって言って、最後もうあのとんでもない米の量になるって分かりますね、倍々なんで、はい、小有地が2位だからね、小有地におっしゃる通り、そうなんです、小有地なのでもう完璧ですね、小有地は大変なことになって、もうだって800年分かなんかのお米の量なんです最後、はい、人間の食べる量として、ああだからこういうあの A っていうのが固有値、そうですね、はい、はい、まあ、この場合1なんですけど、定義から1より大きければ、うん、あの伸びるし、1より小さければなくなって消えてなくなると、うん、だそういうふうに、これがあれですか、 E って自然対数でしたっけ。あ、その通りです、素晴らしい、ね、そうです、自然対数なんで、自然対数の、まあ、あの A 乗ですね、 A 乗になってしまうと、そうなんです、わかりますか。あ今のはギリギリついていけませんでした今日本当テーマが盛りだくさんなんで、ちょっと新しいテーマにも入っていきたいと思うんですけれども、これコミュニケーション論ですね。人はなぜ他人から正しく理解されないのか、西成さんはそんな誤解をモデル化されたそうなんですが、これ世界初ということなんですけれども、私もあの非常に誤解されやすくてですね、出版をするとあのあいつはけしからみたいなのものすごく炎上するんですよ、はいはい、でそれに対して全然誤解じゃないよって、どうやったらそういうのを解消できるのかって悩んだ末にですね、生み出しました、はい、どういうパターンで相手は誤解してるかっていうのを全部分類すると5つしかないってことを証明しましてですね、まあ、簡単に言うとですね、自分が思ってることがメッセージとして伝わりますね。自分が思ってることをインテンション、愛と言います、はいですね、はい、左側見てください。でそれ私が今喋ってますよね。で喋ってるのは本当に本心かどうか皆さん分かんないですよね。一応真面目に喋ってるんですけど、そのメッセージが M です。でそれを受けて皆さんが解釈して何か考えますよね。それがビュー、見解という意味で V なんですね。でそれが元私が言っていた I と同じになるかどうか、はい、で V イコール I は誤解してないんですけど、それが V と I が違うのが誤解してないと、あ誤解してるということなんですね、うん、そのイコールの位置見ていただくと、全部でイコール3つなんで、自分の I がそのままあの素直に言ってるのがイコールなんですね。でも裏を言う場合もありますよね、騙す、その場合はノットイコールなんですよ、うん、でその言ったし聞いた人も M 音に対してそのまま受け取る人とは、いやいやあいつが言ってるのは嘘だろうと思って受け取るとノットイコールになるんですね。でそういうのを全部組み合わせ考えるとこれしかないっていうことがあって、でこれで整理すると、あ今どのパターンに陥ってるかと、はい、まあ、例えば一番最後見ていただくと、言ってることと解釈も全然バラバラになってるって、まあ、いわゆる酔っ払いの会話、はい、全員がもう酔っ払っちゃってる状態、むちゃくちゃな会話になって、はい、まあ、そんな風にして整理するとあの会話もねちょっと自分の中で分類できて落ち着くなっていうことで、はい、これじゃあちょっと2と3と4のケースはあの5が酔っ払えたとするとどういう状況なんでしょう。2はですね、あのまず自分は素直に言ってるんだけど相手がそのまま受け取ってくれないんですよ。そうすると M と V が違うと、そうすると自分が本当に言ったことと相手が思ってることがずれちゃうというのが2ですね。で3というのは自分は本当は嘘を言うんですよ、はい、
でそれを受け取ってしまう真面目に相手は、うん、だから詐欺師ですね、詐欺師のパターンですね、うん、3が ね、そうするとそのまま受け取っちゃったと。4は面白くて、自分が嘘を言うんだけど、うん、それを聞いてる人は嘘なんじゃないかって相手の言ったら分かっちゃう、だから最後 V イコール I になっちゃう、嘘を見抜いてるパターン、見抜いてるってやつ、はいはい、4番ですね、うん、でも数学的にこれしかないんですよ、うん、で4は詐欺師型ってことですか。そうすると3が詐欺師で4は詐欺師なんだけどバレちゃった、バレちゃった相手にバレちゃった、はい、なるほど、はい、こんな風に整理するとちょっと落ち着くんじゃないかっていうこと で、うんはい、でこれが I と V が入れ替わりながら進んでいくのが会話なんですね、うん、そういう風にちょっと誤解を数学的に考えたっていう、うん、そんな感じですね、はい、でこの定理、交渉では最初に会話を切り出した方が有利になるというのは何なんですか。はい、これをしばらく数式を半年間変形するとこれが導けたんですけど、例えばじゃあ値切るときに本当に自分が、買いたい値段、はい、あれ売りたい値段ってありますよね、はい、その値切り交渉、その時に自分が買いたい値段と向こうは高く売りたい、自分は安く買いたい、どっち先にじゃあいくらでいいって言い始めると有利になるかっていうと、はい、とにかく最初に切り出した方に最後引っ張られるっていうことが証明できたんですよ、はいはい、それなんでですか。簡単に言うと、お互い非常になんていうか相手も尊重する人だと自分のとの間を取りますね。例えば私3万円、いややっぱり堀江さんは9万円って言ったら、じゃあ間取って6万円とかって進んでいくじゃないですか、はい、その間を取るっていう操作を見ると、最初にこうこうやっとここに来るけど、こういうふうにやって最後にこれ聞くとこっちに来るみたいな形でちょっとずれてきちゃうんですよ、実は間の取り方が。なのでちょっと自分が最初にまずふっかけといて、それで相手がそれに対してそれを聞いて、じゃあこのくらいって言ってきますよね。で自分が最初にふっかけないと相手からもう引っ張られちゃうので、そっち側に最初に寄っちゃうんですね。なんとなくそんなイメージなんですよ。それで式を解いていくと、不思議なことに切り出した方に寄るっていうのが分かってきて、これ知ってる方は使ってんじゃないかと思うんですよ。海外の物売りとか大体そうですよ、ね、そうそうそう、負けとけよっつってなんかみたいな。結局お互いがちゃんと相手をそれなりにリスペクトするというか、相手の言い分も聞いて自分も通したいという、その時譲り合いというか五分五分の時に成り立つ定理です、これ、はい、ちょっと知っておくといろいろ使えるんじゃないかと思います。なるほど、はい、いいこと聞いた、いいこと聞きましたそうですね、はい、使えると思います。なんかあれですよね、こういう実際になんか役立つことに数学が使えるってなると、みんなモチベーション上がりますよね。おっしゃるとおりですね。いやなんか僕もね今学校をね、うんはい、やってますんでね、通信制のね、はい、サポート校ってやってるんで、それもちょっと拡充していきたいなと思ってるんで、もうなかなか変わらないんでね、うん、世の中が。そうですね、本当につまんないもんね、数学の先生で面白いと思ったの本当ずっといなくて。うーん、なるほど。多分ね数学嫌いになってる人すごい多いと思うんですよ。うーん、残念ですね。僕も嫌いでしたもん。あ、もうだってうちの中学校1年生の担任だったんですけど、木戸先生って言うんですけど言っちゃっていいんですか。あ、言っちゃう。もうだって僕テレなんか母校に OB 訪問みたいな番組があって、はい、九州のローカル番組なんですけど、それで母校に行きました。たら進路指導 なんかいたんですよ、先生。木戸先生いて、はい、で俺が数学嫌いになった授業をやってくれたんですよ。面白い当時の授業。なんかオイラーの公式みたいなのあるじゃないですか。ああはいはい、そうですね、はい、あれの証明から始まったんです。おお、それは中一ですよ。大学でやる話に近いかもしれないですね。それの証明を黙々と書き始めて何やってんだこの人みたいなそれはまたでもやっぱ進学校独特のかまし授業なんですかね。それとまあ多分そうだと思うんですけど、そうですね、興味に寄せていかないと教育って意味ないと思うんですけど。そう、教育じゃないんですよ。マウントみたいな感じになっちゃったらそう、もうなんか一部の数学マニアみたいなやつしかついていけないっていう。ついてこれやつ、ついてこいみたいな感じなんですね。そう、お前ら教育機関じゃねえのかっていうそっちは金払ってるんだぞこの野郎っていう先生の影響大きいですよね、やっぱね。大きいですね。数学は面白いんですけどね、本当はね。面白いと思いますよ、うん、はい、うん、いや本当僕もこれちゃんとこの番組見直したいなと思った次第なんですけど、西成さん本日いかがだったでしょうか。いやもう楽しく あっという間の時間で、ちょっと一つ一つのテーマが重すぎてですね、とても説明しきれないんですけど、少しでも面白さが伝われば嬉しいなと思いましたね。小雄の話は良かったですね。ありがとうございます。はい、でした、ね、はい、でもし詳しく知りたい人はね、こちら の、 文系の私でも分かるこの数学の本を見ていただいて、はい、ということですね、はい。